アベンジドセブンフォールド、アベンジドセブンフォールド、アベンジドセブンフォールド、A7X と略されるは、アメリカ合衆国で結成された5人組、ヘビメタルバンド、カリフォルニア州ハンティントンビーチの出身で、1999年に結成された。メンバーは、リードボーカル担当の M、シャドウズ、リズムギターとバックボーカル担当のザッキー・ベンエンス、 リードギターとバックボーカル担当のシニスター、ゲイツ、ベースのジョニー・クライスト、そしてドラムズのブルックス・ワッカーマンである。彼らは、その幅広い多様な要素からなるサウンド、そして劇的で聴き手の心の中に映像を、歓喜するようなアルバムカバーと T シャツで知られている。アベンジド・セブンホールドは、デビューアルバムの、サウンディング・ザ・セブンストランペットでは、メタルコアサウンドを聴かせていたが、 そのスタイルは徐々に進化して、3枚目のアルバムで勝つ、メジャーレーベルからの1枚目となる、シティオブイーブルでは、ハードロック、ヘビーメタルのサウンドを聴くことができる。バンドは、新しいサウンドを探求することを続け、4枚目には、セルフタイトルのアルバム、アベンジドセブンフォールドを発表して成功し王道を行く姿勢を示した。しかしドラマーのザ・レブが2009年に亡くなる。その後、 ウェブの死に負けることなく、ドリームシアターの前ドラマーであるマイク・ポートノイの援助を得てバンドは活動を続け、5枚目のアルバム、ナイトメアを2010年に発表し、ツアーを行う。この、ナイトメアは、ビルボード200で彼らの最初の初登場1位を記録したアルバムとなった。彼らの最新アルバム、ヘール・トゥ・ザ・キングは2013年に発表されたが、このアルバムから、 新しいドラマーのエイリン・イラハイが参加している。ヘール・トゥ・ザ・キングは、フィンランド、ブラジル、カナダ、アイルランドだけでなく、アメリカのビルボード200、イギリスのアルバムチャートでも第1位を記録している。これまでにアベンジド・セブンフォールドは7枚の、スタジオアルバムと DVD と組み合わせたコンピレーションの、ライブアルバムを1枚、そして18枚のシングルを発売しており、 世界中で800万枚以上の売り上げを上げている。バンドは1999年にカリフォルニア州ハンティントンビーチで結成された。オリジナルメンバーは m シャドウズ、ザッキー・ベンジェンス、ザ・レブ、そしてマット・ウェントである。m シャドウズはバンド名の根拠を旧約聖書のカインとアベルの物語の中から見つけてきた。創世記の第4章24番。 カインのために7倍の罰あれば、レメクのためには17倍の罰あらんがそれである。バンド自体は特に宗教的な要素を出していない。バンドの結成と同時に、メンバー一人数とが、ステージ名とでも言うべき別名を名乗ることにした。これは、高校時代にすでにあだ名となっていたものだった。マット・ウェントは後に、ジャスティン・セインに交代する。セインはもともとサバーバン・レジェンズのベーシストだった。 デビューアルバムの発売より先に、バンドは2曲のデモ演奏を1999年と2000年に録音している。2001年の中頃、ベーシストのジャスティン・セインが自殺未遂をしたと報道された。風邪薬の大量摂取によるものだった。この自殺未遂事件は、バンドのテイクアクションツアーに影響を及た。セインは入院中に回復の兆しが見られず、 デミオン・アッシュに交代することになる。エム・シャドウズはインタビューの中で繊維について彼は薬のやりすぎで頭が完全にイカれてしまいたんだ。長いこと精神病の施設に入っていたんだよと述べている。そういうことをする奴がバンドにいたら身の回りのことすべてがダメになってしまうんだ。それでみんなにはそういうことが起きないようにどうにかしたいと思うもんだよ。 アベンジドセブンホールドのデビューアルバムであるサウンディングザセブンストランペットはバンドのメンバーがちょうど18歳くらいで高校在学中に録音されたものでやもとは最初に契約したレコードレーベルであるグッドライフレコーディングズから2001年に発売されたものだった1999年の末にリードギターのシニスター・ゲイツがバンドに加入した後ゲイツは 当時18歳だったアルバムの第一曲目である To End the Rapture 傾を終えるためにバンドメンバー全員の特色が出る要塞録音された。その後、アルバムそのものが2002年にホープレスレコーズから再発された。バンドは注目を集め始め、Mushroom Head や Shadows Fall といったアーティストと共演するようになり、テイクアクションツアー、 ホープレスレコーズ主催のツアーにデッスル。ジョニー・クライストという新しいベーシストを見つけて、グループは、ベイキング・ザ・ホーレンという名の2枚目のスタジオアルバムを、ホープレスレコーズから2003年8月に発売す。前作に比べて、より洗練され演熟した音の作りとなっていた。バンドは、ビルボードとボストングローブし、ボストンの日刊誌で紹介され、バンズワープとツアー。 アメリカの靴名公演のツアーに出演する。2004年にサイドバンズワープトツアーに出演し、アンホリー・コンフェッションズのビデオを録音する。このビデオは、MTV2 のヘッドバンガーズボールで、ローテーションとなった。ウェイキング・ザ・ホーレンを発表して間もなく、バンドは、ホープレスレコーズを離れ、ワーナー・ブラザースレコードと契約する。2005年にサードアルバム、シティ・オブ・イーブルを発売。 アイアンメイデンなど正統派メタルの影響を取り入れて、より幅広い人気を獲得した。これを受けて2006年にワーナーミュージックジャパンからもアルバムが発売されることになった。2007年、バンド名を冠したフォースアルバムアベンジドセブンフォールドを発売、ビルボード200チャートで初登場4位を記録し、その後、RIAA によってゴールドディスク50万枚に認定さるなど、 商業的にも一定の成功を収めている。2009年4月までセルフタイトルアルバムを携えたツアーを行った。2007年発売のグッド・シャーロットのザ・リバーに M ・シャドウズとシニスター・ゲイツがゲスト参加している。また M ・シャドウズは2010年発売の o トガンズ・ n ン r ローゼズのスラッシュソロアルバムにもゲストボーカリストとして参加している。 2009年12月28日、現地時間にドラマーのレブが南カリフォルニアの自宅で亡くなっているのが発見された。神話処方薬とアルコールの偶発性過剰摂取と検視後明らかに、BR メンバーたちは次のような声明文をオフィシャルサイト上に掲げている。BR。2010年2月17日、ドラマーのレブが生前にフェイバリットドラマーとして、 常に名前を挙げていた、ドリームシアターのマイク・ポートノイを迎え、ニューアルバムの制作のためスタジオ入りすることが明らかとなった。BR バンドは、スタジオ入りを前に、オフィシャルサイトにて次のような声明を発表している。BR2010 年5月7日、ドリームシアターのマイク・ポートノイが、アベンジド・セブンフォールドのツアーに参加することを表明した。BR またアベンジド・セブンフォールドのギター。 ザッキー・ベジェンスは、下記のようなコメントを発している。2010年7月、フィフスアルバム、ナイトメアを発売。イギリスでは、全英アルバムチャートで、初登場5位を記録し、アメリカでは、最初の週に16万3000枚を売り上げて、ビルボード200チャートで、初登場1位記録した。2010年12月16日、マイク・ポートノイは、Facebook でバンドを離れたことを明かし、 2011年1月より、エレン・イラハイ、元カンファイドがセッションツアードラマーとして参加した。2013年8月9日、2011年よりツアードラマーとしてアベンジド・セブンフォールドに参加していたエレン・イラハイが正式に加入することがコネチカット公演でシャドウズの口から表された。2013年8月、6枚目のアルバム、ヘール・トゥ・ザ・キングを発売。 全英アルバムチャート、ビルボード200チャートともに初登場1位を記録した。なお、アメリカでの初週売り上げ枚数は15万9000枚で、ある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。